脱ぎてます脱ぎてない脱ぎてない脱ぎてなかったら次のことやりましょういろんなことやってやってあナイスやなこれナイスやなっていうことをが分かるとそれが次のことに出ますんで全部やってるシステムはたった一つしかやってないんでじゃあ、キヨちゃん押してください今度はこんな感じです、こんな感じ押してきた時にこう要はどんな体勢でもそれは自分のニュートラルじゃなかったんですこれができるっていうことは殴れる、出る、蹴れるっていうことです、要するに立ってたからうまくいくとか座ってるからうまくいくじゃない、じゃあどんな体勢でも全部コントロールができます要するに体勢を理由にしないとなのでまずはやってほしいことはどんな体勢でも何から来た時にちゃんと回避ができてコントロールができるということですで別にこれはやり方じゃなくて相手の力を感じて相手の手の方向に導いてるだけなんですあ、こっちな、こっち行きたいのかなって終わりました来ましたあ、そっち来たのね、そうなのねこれ見たらええやん要は自分のエゴを消しただけなんです、相手がこうしてきたやめろやってエゴが来たらこうなるでもあ、そっち来たらええやん楽しいやんええちゃん、ええちゃんそんなんやから、いや、そこもいいと思う、いいと思う、いいと思う、すっごいいいと思う、ここに食うよ、食う。っていう、その、自分の体勢が、その、すごい、その、あんまりうまくいってなくても、それができるようになってほしい。なので、どこに触られても、どんな体勢でも関係ないんです。そうすると、どこでも、コントロールが。マーシャルっていうにはどんなことができますかそういうのも別にその先は、まあ、その趣味の変化がやる人がいるけどやりたい人はやったりそっち行ったよねあーそっちいいよっていうそういう要するに相手と対立してないです対立してないし逃げてもないし要するにちゃんと話聞いてるんですあーあー気持ちよかった気持ちよかった本日は大変やったねでもこんなんどう早く行きましょうどうぞいいですありがとうございましたじゃあ行きましょう